はい、今回はですね、自己責任の、まあ、本当の意味ということで、私からのね、考えを話していこうかと思います。一部の政治家や、これから政治家を目指す人の中には、自分の幸せを捨てて、世のため、人のためにやってくれるっていう場合が、もしかしたらあるかもしれませんけども、基本的には誰も他人を助ける余裕はありません。幸せは自分で掴んでいくしかありません。誰かに幸せを作ってもらうものでもないですし、与えてもらうものでもないというのは、みんなお互いに知ってることですよね。そして、ほっといても、幸せってやってこないんですよ。幸せは自分がデザインして、それを一つずつ、コツコツと構築することでしかやってこないんですよね。未来から幸せが降ってくるってことはないんですよ。子供の頃はね、お父さんやお母さんが幸せを運んできてくれましたけども、もうやっぱり40過ぎると、幸せを誰かにもたらすっていうね、義務まではないにしても、自分一人分の幸せぐらいは自分で作んないといけないですよね。そして自己責任の意味なんですけども、今日は政治家さんを例えにお話しますね。政治家さんってのは一定の権力を持った人です。権力っていうのはルールを作ったりルールを守らせる立場の人なんですよ。ということはね、政治家の人ってのは自己責任、自分の幸せのために誰よりも早く動き始めた人とも言えるんですよ。政治家になって究極は人のことを後回しにしても、とりあえず自分と自分の家族だけは幸せにできるよねってところが常にあるわけなんですよ。で、政治家で居続けるためには選挙で通んないといけないから、あなたのために働きますっていうふうに便宜上言いますけども、いやでも世の中全然良くならないのはなんでかっていうと、政治家さんには政治家さんの人生があって、自分の家族がいて、その幸せを第一に考えるからなんですよね。これが自己責任の本当の意味なんじゃないかなと思います。では、政治家を目指さない私たちとしては、どんな方法で自分と自分の家族を守っていくのかってことを別のアプローチしないといけないんじゃないかなと思うんですよ。私はビジネスで自分と自分の家族を幸せにするためのお金をつかみに行きました。他の方法もあると思います。人によっては宗教だとか、人によっては趣味だとか、いろいろあると思うんですよね。まあ、自分のことで精一杯ってのはまさにそうなんで、誰かのために何かやれってもなかなかできませんから、少なくとも自分のために何かを始めていけばいいんじゃないかなと思ってます。